年のテーマは秋の成果を、まあ、しっかりスタッフにアピールすることと、まあ、新人の人たちには負けないで逆にお手本になれるように今ちょっと頑張ってる感じです。体自体は結構張ってたんですけど、まあ、一番今日は一番投げれたので220球投げたんで収穫はあったかなと思いました。入ってきた時はちょっと不安だったんですけど、まあ、やっていくうちにやっぱ一軍で活躍してる人たちを見てなんか刺激になってだいぶ体が動くようになったと思います。今シーズンはとりあえず一軍開幕一軍を目指して3年目ですし、多少1、2年目とは違う自分を見せれたらいいなと思います。今年は菊池に負けないように、まあ、どこで投げるか分かんないですけど、皆さんの前で早く投げれると思うので期待しててください。頑張ります。